はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じのコックコートを着て仙台市太白区富沢のチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。あのアクロスプラザ富沢西さんの蔦屋書店さんの真裏にお店ございます。はい、でですね、今日は、サムネにもあるねこちらですね、はい、あなたの知らない F 値の世界第4回目、ということで、500円で買ったレンズ、540円で買ったレンズと2万円近くで買ったね高級レンズ、はい、高級レンズカールツアイスですよ。もう誰もが憧れるカールツアイスなんですけども、今見ていただくと分かるかもしれませんけど、私の顔にねちょうどね多分カビが生えてる状態になってるのか、はい、安くなったんですね。ちょっと安くなってた、1万と6000円ぐらいだったかな、1万6000円ちょっとぐらいで売っていたカビが生えている高級レンズと、はい、こちらの方の、絞りが、締められないですね、ジャンクの500円のレンズですね。こちらの方どちらも 50mmF1.4 ということで F1.4 の世界ですね、皆様にお届けしたいと思います。それではスタート。はい、ね、まあね、カビレンズってね、この間書いたらね、みんな喜んでくれて再生してくれるんですよ。とても嬉しかったです。ありがとうございます。ね、今までの経験上ね、実際にカビの生えたレンズって言って、まあ、ちょっと見えるのかな、まあまあ、あんまり見たくもない人もいるかもしれないんで、あれですけれども、こう、カビの生えたレンズっていうのは、確かに、こう遠視というか周りにね、真ん中じゃなくて、ね、結構外側の方に、ね、カビが生えたレンズって結構ね、あるんですけど、カビが生えてるぐらいではね、なかなかね撮影した画像に影響しない、まあ玉ぼけ綺麗に狙いたいとかね、そういう時はどうしてもね玉ぼけ一個一個にカビが映るっていうね、ちょっとねあんまり綺麗じゃない玉ぼけになっちゃうぐらいで、普通の人たちが普通に使う分にはね全然問題ないので、これもね本当はね倍ぐらいするレンズなんですよ。中古で買ってもカールツアイス非常にねいいレンズなんですけれども、このレンズちょっとねカビが生えてますって、端っこの方にちょっとねカビが生えてますっていうことで安くなっていたレンズだったので、こちらの方を購入してみました。はい、であとこれですね、これは前に1回ね分解してね修理したのでね、皆さんにねちょっと概要欄にリンク貼っておきたい、この辺とかにリンク出し方あるんですよね、ちょっと私分かんないんですけど、あるんですけども、絞りバネね分解してね直してやったんですけども、ねまああんまりね調子よかないですね。直しはしたんですけど、絞れるかって言われたら絞れるんですけど、でもまあ今回はね F1.4 開放でのちょっとレンズ、カールツアイスとどれだけ違うのかなんていうところですね。 F1.4 のレンズでも高いレンズと安いレンズでどれだけ違うのかなんていうのをですね、取り比べてきたということで、実際作例見ながらですね、皆さんとお話できればなというふうに思っております。ね、でじゃあ早速ねちょっとじゃあ話の方ですね、まず進めていきたいと思いますけれども、どっちがどっちかっていう話で最初見た方がいいんですかね。はい、じゃあですね、これでいきましょうか。じゃあはい、これですね。はい、これ今ねでもこっちとこっちで、はい、2つですね並べて、玉ぼけと葉っぱと写っている画像を出してますけれども、さてどっち側がね、キャノンでどっち側がカールツアイスだろうかというふうな話になりますけれども、皆さん違いは分かりますでしょうか。はい、答えはこんな感じです。分かんないですね分かんないです、全然わかんないです。答えを言ってしまう と、キャノンのねこっちのレンズ、はい、
こっちのレンズの方がね、周辺原光が結構ね、入ります。いいなって私は思うんですね。オールドレンズが好きなので、インスタグラムとかでも周辺原光したくなっちゃう、綺麗に撮れてる iPhone の画像ですら周辺原光させたくなっちゃうぐらい周辺原光好きなので、周辺原光するという意味ではこっちの方がより周辺原光します。サイズ、カールサイズの方はね、周辺原光がね、まあ若干緩いかなという感じですね。他のもちょっと見ていきたいと思いますね。はい、これが、扉とランプが映っている画像ですね。こちらで見ると多分一番周辺原光分かりやすいんじゃないですかね。こっちがキヤノンの、扉と、ランタンの画像で、奥側の方にちょっと光景が入っている感じですね。で、こういうの平らなものを撮ってもね、 F1.4 だとね、このちょっとした奥がボケで綺麗に見えますよね。で、これが、カールツァイスの、同じ画角で撮った写真ですね。あ、かなり違いますね、周辺原光。まあ、どっちがいいかっていうと、まあね、ちゃんと撮れてる方がいいだろうって話になると、ちゃんと撮れるってなると、どうなんですかね。オールドレンズは周辺原光してる方がちゃんとしてるのか、それとも周辺原光してない方がちゃんとしてるのか、それに関してはちょっと私も分かりませんけども、私は周辺原光してる方が好きなので、まあキヤノンのレンズの方が私はいいのかなっていうふうに思っちゃう感じですね。はい、あと、葉脈撮りました。こっちキヤノンのレンズで撮った葉脈ですね。綺麗に撮れますね。ちゃんと後ろも綺麗にボケてますしね。はい、で次にこっちがサイズのレンズですね。どちらも綺麗に撮れてますね。比べてみて初めてですけど、ザイスの方が、カールザイスのレンズの方が若干なんか明るさに耐性がある感じって言ったらいいんですかね。ちょっと分かりにくい、私もちょっといまいちね、比べてみて私も どっちを間違っちゃうんじゃないかなって思っちゃう感じのになっちゃってね、間違わないようにと思ってね、イグジフに入れないんですよね、オールドレンズなので。なので撮った順番でね、間違ってないように撮ってきたんで、まあ間違えてはない、間違ってはいないはずなんですけれども、そうですね、なかなか難しいですね。はい、でこれが、キヤノンで撮った、クリスマスツリーですね。はい、クリスマスツリーの、まあ、飾りって言ったらいいですかね、クリスマスツリーの飾り。はい、でこっちがサイズで撮ったクリスマスツリーの飾り。こうなんかね、なんていうかこう、カールサイズの方が柔らかい表現って言ったらいいですかね。パキッとは撮れてる、どちらもまあそれなりにパキッとは撮れてると思います。今の新しいレンズから比べれば全然パキッと撮れてなくて、まあ、それがオールドレンズの良さなんですけども、オールドレンズの F1.4 のレンズというふうな意味ではパキッと撮れてるというふうに思うんですけれども、でもその中でもなんていうかグラデーションが柔らかいのがカールサイズな気がしますねっていう、本当に気がしますねっていうぐらいの差しかない状態の写真になってきておりますので、まあカビが生えていようが高級機であろうが、まあ絞りができないレンズであろうが、 F 値が低けりゃ低いほどいいって写真になるっていう風な感覚じゃないかなというふうに私はね思うんですけども、まあ、ボケの良さっていうのはね、また今回も説明しますけれども、iPhone 11 Pro にポートレートモードが搭載されてるっていうふうなことですから、皆さんボケた写真ね、主題以外がボケた写真が好きだというところの大前提からのお話です、ね、ボケてない写真だっていい写真はいっぱいありますけども、ね、で結論ね、結論どのレンズで撮っても
結局のところ F 値ですと。F 値が低ければ低いほど、iPhone 11 Pro で撮れたボケにのある写真と同じような写真が撮れるようになるということでした。まあね、なんで F 値が低ければ低いほどいいかっていうふうな話をしてるとですね、まあ、これがですね答えになるわけですけど、結局のところね F 値っていうのは絞っていけば絞っていくほどね、いわゆる F1.4 のレンズは F3.5 にもなるわけですね。 F4 にもなりますし F8 にもなるわけですよ。はい、なんですけれども F3.5 というレンズは F2.8 にも F1.4 にもできないわけですね。ということはそれ以上明るくならない、それ以上ぼけない。だからこそ F1.4 のレンズ、 F 値が低いレンズですね。でこれもね安いレンズではあるんですけれども F1.6 からキューッとね絞っていくとね最大値で16まで絞れます。はい、結局のところ絞れるんだったら、やっぱ絞れるんだったらその最大値っていうか、まあ最小値ですね、今回はね最小値は低ければ低い方がいいというふうな、大は小を兼ねるじゃないですけれども、F値は低ければ低い方がいいというふうなことのお話というふうな感じになりました。はいはい、ではですね、今日もね、あなたの知らない F 値の世界ですね、第4回となりましたけれども、こんな感じで作例を交えてねお話ししていく感じでしたけれども、まあ、F、ね、次はね今度ね F1.6、F1.4 と来たので F1.2、 私がね、メインで使っているレンズ、キャノンの F1.2 の世界なんていうのもね、出せたらいいかなというふうに思ってますけれども、まあ、あんまり変わりはないんですね。 F1.4、F1.6、うん、手に入りやすいレンズでいったら F1.8 あたりでもね十分ボケるかなというふうに思いますので、ぜひねオールドレンズ、面白いですし、あと F1.8 だとすると、まあ、キャノンさんとかだとマキエレンズなんていうふうに、ね、言われている、結構お安く手に入って 50mm の F1.8 なんていうレンズは結構ありますので、ぜひねAmazon さんなんかを検索してみていただければななんていうふうに思います。ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。もしね少しでもためになった、面白かったということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に私嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、また別の動画でお会いしましょう。それでは。